はい、こんにちは。今回は歴代日本人の世界王者で KO 率が高かったボクサーを紹介いたします。元 WBA 世界ミドル級王者竹原慎二選手は24勝1敗、そして KO 勝利は18を数えました。身長186センチ、リーチ194センチとミドル級でも大きな体格を生かし、長距離から多彩な左で距離を操り、破壊力のある上下のアッパーや右の打ち下ろしなどで KO を積み重ねました。また接近してもアッパーやフックが強烈なので、どの距離でも相手をなぎ倒しました。日本王座を3度防衛、東洋太平洋王座を6度防衛し、世界戦に挑戦したのですが、世界王者は当時98勝のホルヘ・カストロでした。カストロはアマチュアとプロで200戦以上のキャリアがあり、ダウンをしたことがないと言われていたほど頑丈なボクサーでした。そんなカストロから竹原選手はダウンを奪い、文句なしの判定勝利で世界ミドル級王座に戴冠いたしました。青コーナー、竹原やった。元 WBA 世界スーパーフェザー級王者内山高志選手は24勝のうち20もの KO 勝利を積み重ね、ノックアウトダイナマイトと呼ばれました。内山選手はゲームセンターのパンチングマシンを壊したほどパンチ力があるのですが、アマチュアボクシングの下地があり、左ジャブで試合を組み立て、そこから強烈な右を叩き込むボクシングスタイルでした。荒々しいファイトスタイルでハンマーパンチを振ります藤選手は、破格のパンチ力で勝ち上がり世界挑戦したのです。世界王者ロポポロはオリンピックで銀メダルを取ったテクニシャンで、藤選手のパンチはことごとく空を切ります。それでも藤選手は突進し、一発のパンチで相手を倒してしまうのです。今見ての九州の岡山見ての、僕のばあちゃん、そうばあちゃんに僕すごく嬉しいね。藤のばあちゃん、藤のばあちゃん、おばあちゃんご覧でしょうか。世界王者となった藤選手は初防衛戦の相手にテクニシャンのクアルトワを迎え、なかなかパンチが当たりません。
ヘビー級ボクサー並みのパンチ力があると言われた藤選手は一発で相手を倒してしまいます。初防衛がなりました。水田武史の初防衛なりました。第4ラウンド中段を過ぎております。トンが舞います。苦戦はいたしましたが藤勝ちました。やはりノックアウト勝ち。しかし郡司さん、パンチが強いということはなんといういいことでしょうね。ボクサーにとってね、はい、絶対ですよ。そう、15試合連続 KO 勝ちの記録保持者である浜田選手は非常にストイックなボクサーで、現役時代はボクシングの試合以外はテレビを見ることなく過ごしました。連続 KO 勝利中、左拳を4度骨折し、2年間ブランクを作ったりもしましたが、不屈の精神力で乗り越え、連続 KO 勝利を積み重ねていきました。ブランク中は右のパンチだけを徹底的に鍛え、ジムだけでなくアルバイト先の工場の鉄骨を素手で叩いたりもしたそうです。ついに世界挑戦の日が来ましたが、世界王者は37勝35 KO 2敗と高い KO 率を誇り、苦戦が予想されました。浜田陣営の作戦は、最初の3ラウンドで全てのスタミナを使い切ることで、開始と同時に浜田選手は世界王者に襲いかかり、怒涛のラッシュを仕掛けたのです。接近していても浜田選手のパンチは強烈で、この日は渾身の力を込めて左拳をヒットさせました。右から左、はい、チャンピオンになる。浜田のパンチが世界を制しました。ニューヒーロー。元 WBA スーパーライト級王者平中章信選手は、アマチュア時代から高い KO 率を誇り、オリンピックに出場いたしました。プロ入り後もデビューから連戦連勝で、ほとんどの試合が KO 勝利で、 81.8% の驚異的な KO 率を誇っておりました。デビューから4戦目で日本王者田辺選手に挑戦し、6ラウンドで KO して王座を奪取し、その後日本王座を9度防衛いたしますが、ほとんどが KO での防衛でした。1992年4月、平中選手は WBA 世界スーパーライト級王者エドウィン・ロサリオにメキシコで挑戦いたしました。ロサリオは9年前にホセ・ルイス・ラミレスを破って世界ライト級王者になり、その後ヘクター・カマチョやフリオ・セファール・チャベスなどレジェンドボクサーと拳を交えているスーパーチャンピオンでした。試合は初回開始と同時に平中選手がラッシュをかけ猛打を振るい、王者ロサリオが強いパンチを被弾し、立ったまま白目を向いた状態だったので、レフリーは
試合をストップいたしました。なんと試合開始から僅か92秒 TKO 勝ち、これはジュニアウェルター級の世界最短記録の達成です。